とりあえずこうしよう。テリーを最後にしよう。ぶっちゃけアンディ残影剣と飛翔剣しか使いこなしてないな。スペイン語を話すことに興味がありますか？難しすぎて無理だな。っていうのもどう伝えたらいいんでしょうね。翻訳を使うわけにもいかず、スペイン語もあれだよね。使ってる人口は多いんだったっけ？結構見事の対空だな。スペイン語話せるだけでもまた結構人口変わってくると思うんだけど、暴発したけど当たった。たまると思ったら、あららら、ちょっと連続下段すんじゃないや。あー、イケメンだけつくんじゃない。なんで2回連続ひどい。あー打ち合いになるとあかん。でも打ちたくなっちゃう。さて、イメージ通りに動けよ俺。あら、またなんかいっぱいスタンプが送られてるけど、謎のスタンプすぎる。ほんと不思議なスタンプがいっぱいあるんだな、スイッチ。すごいな。下すくわえてる、うまいこと。あー、ひどい。なんか急にラスボス賢くなった気がする。非常時も暴発しちゃうのよね。これでいけるか。そっちの目的が何だろうが関係ない。力を制してぶっ倒す、それだけだ。ぶっ倒すよ。翻訳機使ってるのが、それを置いて、それかあなたをそれを養わない。翻訳機だとわからない。海外の方の熱烈なコメントが本当にありがたいけど、返しないのがもどかしい。とりあえずスタンプで返したか。よくわからないスタンプだけど返しておこう。全国共通のありがとう的な意味のこのこもったスタンプってないんかな。神々。ダメだった。潰された。軟通判定の強さ。浮かび上がった瞬間にやばいよ。危ない。ちょっとバーナップ君迎撃されるのもやっぱ基本的に接近して殴るだな。あっていう。裏剣出ちゃってダメなのよ。裏剣はあかんのよ。連続。せめてちょっと形態変化までは引きずり込みたかったな。残影剣当たった。ガード来ると思ってたよ。とりあえず体力は残った状態でいけたかな。あの小艇が暴発しちゃうのよね。お、届いた。なめっちゃゴリッと出る。あと一人で勝てるかな。暴発したけどいったー。やっぱ海外だと XBOX の方が人気なんだな。メキシコの方は XBOX 派らしい。これプレステだからな。ちょっとひどい。勝ったけどとんでもないコンボ飛んできた。俺の全力だ。これで終わりだろう。主人公の因縁の対決だもんね。でこれで特殊エンディングが来るはず。組み合わせ的にも同じ師匠同士だね。腕を上げたな俊英。タン先生も鼻が高いんじゃないか。道着姿よしてくれよ。俺はまだまだひよっこだ。いつかサウスタウンにも遊びに来るといい。いい経験になるよ。アンディの道着姿めっちゃ似合うな。テリーはあんま似合わんけどやっぱイケメンは何着ても似合うってやつだな。